角川。こんにちは、こんばんは。ひたすら。ひたすら。ラピスリライツ。はい、ラピスリライツ。始めていきましょう。まずなでなでからです。魔女とは、いいですね。先生と先生がいたんで申請してみましょう。とりあえずログボは結構でかい。お、伝説任務は先生なんだ。だから先生が多いんだ。コガイドですね。ここもしっかり取っておきましょう。これで、ログボは終わりかな。おはようございます。いい朝ですね。ここだけの話、こっそりバストアップ体操。復活強化。ありがとうございます。宿命って何だったっけ？しっかりこの国の朝食にもなれます。今日も一日サポートお願いしますね。今度ゆっくり潜らせてほしい。おはよう先生。今日も一日頑張るし。牛と魔女グッズ買いに行かない？モノマネします。マジイケてるし。ここだけの話、最近身長が止まった気が。最近とは。もっとだ、もっと私を目立つ。おはようです先生。先生の役に立つ発明したい。どうやってなる。してきたということで、キラキラエンジェルハッピー、キラキラエンジェルハッピー。
すごいロゴボの時間が長い、長いですね。もう5分以上ロゴボ行くし、なんだこの限定課題っていうのは。遊んでる戦いですけどね。準備はいい？頑張りましょう。ノブレスオブリージョ。任務開始だな。貴族の役目を果たすときね。やば、積んでるよ。我らの巫女、あなたの指揮をすべしものなり。遊んであげるわ。みんなを守れる魔女に。レッスンの成果を認めるわ。データ通りよ。みんなを守れる魔女に。これ一体来た。研究の成果を出せました。やった、これでも役に立てます。今度ってなんだ。無駄にはしないぞ。まあ、それは感想だろうなという。冷静にな。診察だよ。初級の行くわけ？まあ合格か。ベストを尽くします。まあ合格の場合は大概勝てるんですけどね。頑張ってもらいましょう。戦うことも魔女の役目だ。魔女は人が作りし者、人の願いを叶えし者。まあ相手は結構強いです。強敵。迷う先は人ならざる者。一気に決めましょう。我は騎士の血を引きし者。
くれへん仕掛けに人形劇を。ピアですね。この報酬無駄にはしないぞ。基本的にはもう一緒か。片付けば一緒。準備はいい？基本的にはクエスト積み重ねてアイテム集めてパワーアップしてが近道だな。すごいね。相当なんかゲジゲジみたいな共存するんだ。さあルーム回復だな。貴族の役目を果たすときね。レッスンの成果を確認されるわ。データ通りよ。みんなを守るのだけまだが進んでるよ。遊戯を見せられたでしょうか。カエデも役に立てました。もちろん。なんかメインクエストはどんどん進めていった方がいいかも。私たちの絆は決して切れん。労働の対価いただきます。さ、サディスティックキャンディーですね。どんどん新しいユニットが登場してきます。シガポケの皆様、ようやくご到着ですか。また会えてよかったのです、ね、先生さん。寂しすぎて死んじゃうかと思ったのですよ。ほうくろわだ。ほうくろわですね。それで100人力力力シャンペたちは特別クラス。みんなから落ちこぼれ扱いされてたけど、先生のお力添えがあれば屋上にたどり着けるはずで。それはどうかしら。ん？ロゼッタ？ロゼッタ？まさかあんたまで。
ここから先は通さないわ、先生。いいえ、お兄ちゃんはロゼのものだもん。びっくりした。やっぱり錯乱してるぜ。ざわざわ、あわあわ。なんと無様な。ロゼッタ様が妹キャラになり下がるとは。これじゃあロゼッタっていうよりロリッタね。まあ私的にはありだけど。ロゼ、お兄ちゃんのことが大好き。一緒に半額タイムセールに行きたいな。ダメ、兄様の妹はシャンペだもん。ずるいです。あ、ねえ、カエデはただお兄ちゃんの妹として意見を。あんたたちも妹じゃないでしょ。あんまり不死だらなことを言うのは。会いたかったです、先生。私にもいろいろ教えてください。戦略はこっちが有利だよ、お兄ちゃん。まずいかも。夫人には薬が効かないけど、他の生徒さんはみんな僕たちの敵になっちゃったってこと？亜人の生徒たちはもう捕まえたもん。残る敵はあなたたちだけで。ふざけたこと言うなっつうの。あなた方は。まったく、こんなくだらん遊戯に加担しなければならんとは。本当にね。アンジェリカさんとルキフェルさん、サディスティックキャンディーの2人がどうしてここに。私だって来たくなかったけど、昔なじみに頼まれて。すっかりでかくなっちゃって。仕方ない。かかってこい、ザコども。狂乱の魔女と呼ばれたこの私の力、見せてやろうではないか。ま、松田市内のあれだったよな。なんだよ。急に呼ばれるのやっぱりあんまり好きじゃないですね。私が見えてる。見えてるが。選抜クラスのゆえ、さっきクロエ先生から連絡が来たよ。学院が大変なことになってるらしいね。そうだね。しかもまた特別クラスのやつらのせいで、私たちは今夜町でオルケストラをする。その準備をするために町に行ってさ。だから被害に遭わずに済んだんだ。ところでそっちは大丈夫？ロリッタって、ああ、ダイツも魔法薬でおかしくなってるのか。ということはあの子も。まったく情けない。あの人の妹のくせに、なんてざまだ。この人ね、熱い熱い対抗心だね、ユウチン。あんまりプンプンしちゃダメよ。わかってるよ。それよりどうする、先生。事態を解決できないなら私たちが行くけど。別に気遣いは無用だよ。ただそうだね、これはあんたの力を確かめるいい機会かも。じゃあ、ね、私たちは公園に集中する。その方がいいよ。もし特別クラスに愛想が尽きたら連絡して。私たちもクロエ先生からこの機会をもらった。連絡はできるはずだからさ。あ、機械って、この。じゃあね、先生。通信機器、スマホか。せいぜい頑張りなって、あの子に伝えておいて。お、なんだろう。でさあ、ロリッタと対決です。行くぞ。サブスクリプションキャンディのポジションが危ういな、ロリッタのせいで。ちょっと離れてもらって、みんなを守れる魔女たる者に裁きを。絶対に勝ってみせる。甘えあげるわ。さあ、ロリッタ登場。失礼。クラスのレッスンの
人間に。さあ、ベビースターのみ体験。今、ドクターメイです。やりそう。勝ちました。決して切れん。やった、すごく嬉しいです。さあ、まだロジッタと戦わねばならない。ロジッタ外す。そしてこれではアシスト中ってなってるな。何で食ってんの。ちょっと力落ちるかもですが、お任せください。頑張ってもらいましょう。皆を守る剣になるぞ。任務開始だな。失礼。やばいな、サオさん狙いいよなって。ここで1の7が来なさいですか。そっか、サルス、サルス死ぬ。サルスは変身だ。勝者死んだ。そんな大変勝負だ。うん、本物を乗せた話じゃ厳しいか。これからも共感の盾になるぞ。秘密度上がったわ。これはいけません。結局ロリッタになっちゃうんだよな。レベルが高い人いないかな。1とか2だもんな。アンドラビデンにいるんだもんね。一覧で見た方がいいですね。30の人は結構飛び合うよね。そこにラビがいないので、ラビをレベルアップしないとダメですね。朝食はバタートーストでした。
におはようを言うと育ちが良くなるんですよ。モノマネするね。ギュッてしていいですか。朝ごはんはソーセージが食べたいな。おっ、いい香り。朝シャンした。朝シャン死後。いないよね、これ。どうやってレベルアップするんだったっけ。カードか。特定種改良開花。自己新記録出せちゃいそう。これは SSR か。シャンペか。シャンペ嬉しい。世界一の妹キャラに。お金は足りるんだけどな。先生のレベルが上がった。やるじゃない。なんか限定課題がある。ここだけの話、体重を魔法でごまかしています。そのことはどうでもいいから。お待ちを。センサーで危険物かチェックを。おや、賄賂ですか。減ってるから与えないと思う。おはようございます、
先生。教師が生徒に贈り物なんて。朝の占いしてみますか。あんまり評判が良くないな。またないものが少ない。お兄ちゃんのために頑張りますね。これは秘密が上がる。また授業で会おうね、先生。ねえねえ、うちがデザインした衣装褒めて。私のパフォーマンスで夜を彩るね。モノマネするね。ギュッてしていいですか。もしかして美味しいもの。授業で会いましょう、先生。ありがとうございます。大切にしますね。おはようございます。なことは。うわ、贈り物をいただけるだなんて。じゃあ、サンドッチのロックナンバーを捧げます。おはようございます、先生さん。重いな。先生さんのために曲を作りました。フレンド登録、フレンド増えてきましたね。これで5人目です。応援会って何？守る剣になるぞ。さあ、ウイカ登場。精細。全身鮮明です。
硬く硬い。さあさあ頑張れ。人ならざる者。我は人が作りし者。人の願いを叶えし者。我は人が作りし者。人の願いを叶えし者。やりました。叶ったんですか。共感の盾になるぞ。一応もらっておいてあげるわ。今度はロゼッタがいない。参りましょうか。父のような英雄に。魔法仕掛けの人形劇を。決戦となります。伝説のユニットレイ、その5人のうちの1人なの。アンジェにお任せ。うちもアンジェちゃんのファンだし。あのねあのね、レイの中では最年少でマジカワだったもん。経歴もすごくて、狂乱の魔女事件の解決、ナイトパレード3連覇、ヤマト開国、リュートで起きた第三次防衛大戦の終結、全てに貢献して魔女協会が制定するウィッチサーティファイドライセンスで史上最年少で S2 ランクになった。声優さん喋りにくいね。最高の天才魔女ってわけ。いやそれほどでも。お前だろ。なんでアンジェリカが照れてるの。そういえばアンジェリカさんと名前が似ていて。あ、私はアンジェちゃんじゃないわよ。私はただの保健員で。いえ、別人ということは一目瞭然です。なぜならアンジェちゃんはちっちゃくて可愛いロリ魔女、うん、アンジェリカみたいに大きくなかったの。誰が大きいですって。それより屋上に行くわよ。学院を元に戻さないと。あ、こら待ちなさい。ハテナ、なにこれ。大きなお花が。もしや魔獣ですか。違うよ、この子は魔獣じゃない。園芸部自慢の魔法植物。屋上で日向ぼっこさせてたんだ。とっても可愛いでしょ。怖いんだな。すごいうなり声だよ。こんな面用なお花をめでるなんて。やはりそうだよ、ティアラさんもお薬のせいでおかしく。いや、この子ってもともとグロい植物も好きだったような。割といつも通りなのですよ。不調も変わっていなくて。うん、私は変わってないよ。ね、そうですよね。
がかかってる。今日のお夕飯は何にしますか？私、あなたのためならどんな料理でも作ります。今度はティアフと対決か。私、あなたを愛してますから。だから、あなたに希望を届けたいんです。私たち魔女は魔獣と戦う唯一の希望です。魔女活動はプラス感情を集めるためだけのものじゃない。オルケストラをすればみんなに安心感が生まれます。魔女がいるから大丈夫ってみんなが元気になります。だからあなたのことも元気にしてあげたい。元気してくれるか。私はもう身も心もあなたのものですから。どれこれ、まるでお兄ちゃんと結婚したみたいな態度です。許されないな。これはニーズマ幸せいっぱいの新婚ティアラね。あなた、一緒に幸せいっぱいの家庭を作りましょう。なんだか戦いづらいけど、私たちが正気に戻してあげるわ。かできないんだ。今度はロゼッタを組めて、人もいるんだ。冷静にな。お掃除もメイドの仕事ですからね。エイがお願いします。先生様、遊んであげるわ。こいつら、負けちゃう。攻撃すると回復するんだ。こいつ倒さないとダメなんかな。
ハードモードを一つだけやりましょう。参りましょうか。伝説召喚がいけますね。クレヨン召喚もありますが、クレヨンが欲しい。よく来たな。運試しと行こうか。ルキメル、SSR ルキメルだ。スペシャル召喚も。もう獲得済みですね。アンジェリカゲット。今回最後に UR アンジェリカを育てて終わりましょう。ありがとうございます。
ーの。これ誰？ミリユウか。ミリユウちゃんもいいよね。食材足りない。開花もできない。また後でやりましょう。時間がないんで、次回のお楽しみということで、ということで、久しぶりにラピスレライツやっていきました。引き続きやっていこうと思います。応援よろしくお願いします。プレイリスト、ブログ、ツイッター見てください。ツイッターフォローもお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいっぱいでした。